はい、というわけで、ティア25になりました。このね、武器確定ガチャが出たんで、引きたいと思います。まあ、これはね、新武器確定ではないので、まあでも、新武器は出る確率は確実に高いから、これに願う。頼む。出てくれ。何かしら出てほしい。ほんと。来い！目つぶろ！はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。皆さんぜひね、チャンネル登録してない方はぜひ動画の前にしていってください。今回はですね、コメントでまあ、スコアストリークを出す立ち回りを教えてくださいって言われたんですけど、まあ、スコアストリークを出す立ち回りってなんだろうなと思って、まあイモールとかキルチューするっていうのもまあ確かにそうなんだけど、まあそれじゃちょっとねダメなんで、なんだろうなって思った時に、まあ一番まあ基礎的な部分ですけど、無駄な打ち合いをしない、無理な打ち合いをしないっていうところにちょっと今日はテーマを置いて、で実際にプレイしつつ、今日は自分のね立ち回りをちょっと解説、リアルタイムで解説しながら動画撮ろうかと思います。はい、というわけでやっていきましょう。さあよし、1キル取って敵は多分正面から来るんで、うん、ここもね、アシストで100ポイント。で、センターやってくれたね。まだね、多分正面から来ますね。まあ、ここで、こういうとこで、やっぱ、このロングで打ち合って死ぬってことはしたくないんで、まあ、こうやってチラチラ、ショルダリングして、あ、でもこれ味方上がれそうだから上がろうかな。うん。アサルトパーク。さあ、そこに1枚。これは、ちょっと引いた方がいいかな。こっちから覗いてみても見えない。で、奥抜けて、味方が分けたんで、大丈夫そうですね。で、UAV の、あ？誰も映ってない？あ、いや、映ってるよね。左から来てますね、これ。よしよし。ここも、OKOKOK。勝てそうなところは撃つけど。でも勝てそうだね。で、奥で湧いちゃったから、これはちょっと引きましょうか。で、距離取って。で、これも勝てる。で、これは、そこちょっと決め打ちして、奥で湧いてそうだね。で、スレッシャー出せました。で、ちょっと押してみましょうか。で、こう味方と一緒に。で、スレッシャーオンライン。多分ね、こっちから来るから、ここでフラグ。いるね、一枚。で、ストライクチームゲット。まあ、こんな感じでね。無理をしない。打ち合いは無理をしない。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。OK。これ逃げられるかな？回復入れて、左に逃げた。お？これは、これ逃げましょうか？これ逃げましょう。ちょっと、よくわからない。よくわからないので、逃げます。で、あって、さっきのやつ、後ろ来てる。で、後ろカットします。で、多分、正面だと思うので、今、勝手にあそこにあるね。で、こういう時、後ろ怖いんですよね。ストライクシーン落とされたか。うん。これは裏、全然来ないから、正面かな？ちょっと上がりましょうか。うん、オッケーオッケー、こんな感じっすね。よし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 。で、次だな。こっからっすな。さあ、大マシンは溜まった。で、覗いてみていない。おっと、1枚いたね。で、今の。こういうロングで撃ち合って死にたくないんですよね、一番。で、バレちゃってるんで、味方が詰めたの見たら、上がる。フラグが若干危なかった。で、ここは味方と一緒に一気に行きましょう。で、そうだな、レーダー的にこの辺来そうかな。ちょっとこういうとこで待ってみようか。左から来てるね。左に1枚いるから、そこから出てきて、敵の、あー、ヘルストーンは無理かもしれない。あれ、生き残った。これはラッキー。で、UAV 呼んで。うお、この距離勝てそうだったね。ちょっと KN のストック次にしようか。こういう打ち合いはあまり長くしたくないですね。まあ、ICR とかだったら結構ガンガン打ち合いに行っていいけど、今日の武器は KN なんで、
あまり AI とか長時間打ち合いたくないかな。で、そこにチューマいるぞ。大丈夫か？ナイスキル。で、ちょっと、こいつをリロードしとこう。近くにいる。近くにいたぞ、今。そっから出てくるかな？で、1キルして、ダブルキル。で、あそこなんか赤点があったんで、ん？なんかあの上にいるかもしれないな。で、ちょっとこっちから詰めると、リスポンが微妙かな？敵多分センター側では行ってるから、左から回ってみましょうか。今のもチョロ当てで下がる。で、ここは一気にポイントに流れ込みたいかな。1キルして、これ窓から来るんじゃない？あと角にいる。カットしていく。で、一回 U ウェブで位置確認して、ストライクチームを落としちゃいましょう。で、今のも大量にいたんで、ね、逃げる感じ、すぐ。ウォーマシン使ったけど、敵、フラジャケだから、あんまり効果がなさそうだね。ほい、よいしょ。上登って、一回上に避難しつつ、ポイントに落とす。で、ストライクチームが来たから、そうだなー、多分正面だと思うから、ここは一気に味方と一緒に行っちゃいたいね。ふぅ！こういうとこも無理して打ち合いたくないですね。あ、やばい、後ろ来てる。あー、危なかった！いいぞ、ポイントがっつり取れてるね。で、多分リスポーン買ったかな？で、スレッシャー呼んで、ここも、打ち合わないで、こういう風に、チラチラして、あー、来てないなーって感じなんで、多分敵はセンターからこう、ぐるって回ってきてるかな？っていう風に敵のこう、動きを予想する。まあ、ここ見て、ああ、いない、なるほど、なるほどね、って感じ。で、ここよく後ろ湧きやすいんで、ここでホールドリスを。で、ここで味方が湧けばちょうどいいんですけど、湧くかな？ここで、この辺で味方が湧いてくれれば OK。湧かないかな？まあまあ。そういうこともある。このゲームは壊れてます。いや、おかしいだろ。おかしくないか？待ってくれ。おい。完璧なリス取りだったと思ったんだけどな。で、ここ見て、右、あ、いないな。じゃあ左かな。左も見えないな。じゃあ後ろかなって感じですね。で、後ろ、まあ、なるほどねって感じで。今来るんかい。これ死んだかもしれない。まあ、ここは運よく勝ったって感じですね。まあ、ここはしゃあないな。いやー、ですが、2デスになってしまった。ダメですね。で、まあ、ちょっと横にこう広がってみようか。おっと、うぃー、腰打ち。な、湧いてないこれ。ちょっとですね、このマップはリスポーンがおかしいですね。これおかしい。これちょっとリスがおかしいな。まあ、まあ。これはゲームが悪い。で、アサルトパックもらって、一応取り切りがあるから、おっと。敵あっち側だね。で、ここも、こうやって。打ち合わない。で、多分右からおーっと、二人いたかな？1キルして、2キルして、次こっちから来る。で、切り替えて、倒す。で、UAV。ロボット実況ですね、これ。あー、ここも打ち合いたくない。一人なんで、1v1 の打ち合いはなるべく避けたいぞ。味方が後ろから来てるんで、ちょっと飛び出してみましょう。で、フラグ適当に投げてみようか。当たるかもしんない。で、奥。ナイス。で、エリアの方にカバーに来ます。ここ構えた頭出しを抜く。待って、後ろ裏取り来てそう。で、ウォーマシン使っちゃおうか。いやー、マジか。それ、ゴースト好きかな？ちょっと確認できなかったら、今のは。で、こんな感じで、あとは、ポイントにちょちょっと行けば、あと10点ぐらいなんで、すぐ終わると思うんですけど、敵の方がめちゃくちゃ脇近い。あ、これは死んだかもしれない。まあ、スレッシャーで、ちょっとキルを狙いましょうか。
両手か。でも前っぽからまだちょっと何枚か来そうだね。よし、あと2点。ああ、こういうとこ打ち合いたくない。そうそうそう。こういうところですよね。あ、こういうのも、こういうのも。こういうのも、長時間打ち合いたくない。よし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 。よし、行こっか。あと左にいるやつだけ。これでオールダウン。はい、というわけでお疲れ様でした。まあ、今日はね、ちょっと自分のプレイを解説っぽくしてみたんだけど、まあね、後付けじゃないんで、リアルタイムでやってるから、まあ正直ね、あんまり上手くなかったかなと思います。わかりにくかったかもしれないんですけど、まあ、参考になれば嬉しいです。で、最後に、勲章メダルを見たいんだけど、ちょっと無限ロードに入ってしまったので、見れなそうですね。一応49連続キルぐらいしたかな、多分。てなわけで、ぜひ参考になったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。というわけで、お疲れ様です。Drinking too young, way too much.